それではセルリオ島根、高橋慎也選手にお越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。2対0という試合結果ですね。そうですね、まあ久しぶりの勝利ということで、まあそっちの感じ嬉しいです。久々の勝ち点。そうですね、なかなか勝てない試合が続いてたので、まあ地元でこういった、いい結果を出せればよかったんですけど、まあとにかく勝てたことがすごい嬉しいですね。残り2試合です。約2ヶ月半間が空きます。どのようなところを修正されますか？そうですね、まあ、2ヶ月半組んですけども、その間、まあ、まだチームとして話し合いをして、残り2試合ですね、上位のチームと対戦になりますけど、勝てるように、勝ち点6という結果を残せるように頑張りたいと思います。小矢部レッドオックスと岐阜朝日クラブ。朝日クラブはもう H1 自動昇格決めました。そうですね、やはり2部で一番強いということで、来年1部の、2敗ということで、強敵だと思うんですけども、しっかりと、今日のようにチームとしてまとまって戦えれば、まあ、いい結果が、得られるんじゃないかなというふうに思います。最後にファンに向けて一言お願いいたします。そうですね、まあ、一部昇格はもう、なりませんでしたけども、残り2試合、セルリオ姉妹として、セルリオ姉妹らしい補強をして、また来につなげるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。高橋慎也選手でした。